はい、負け、厳しい、勝てない、悔しい、怖い、負ける、やめて。皆さん、お疲れ様です、ペリポンと申します、ということでね、今日は、今までライブ配信でやってきてた、クレヨンしんちゃん、オラと博士と夏休み、終わらない7日間の旅をね、ちょっと今回はその録画形式というか、編集してね、撮影しているんですけれども、この一応オラ夏ってよく言われているこのゲームをライブ配信の方でクリアしたんですけど、目標でね一部達成できていないのがあったので、ちょっとそこをね全達成していきたいかなっていうふうに考えてます。それでなんか全達成したらなんか特別になんかあるのかなとか、例えばなんか、まあ、エンディングは変わることはないと思うけど、なんか新しい絵日記とかで、そういう全部達成したぞみたいなのが出るんじゃないかなと思って、そういうのを期待して、全達成したらね、どうなるかっていうのを見ていきたいと思います。で、まあ、メインストーリーとか、そういう細かいところについては、ライブ配信とかでもいろいろやったんで、まあ、もうザザッとカットして、まあ、結構短めの動画にしたいなって考えてるんで、そこら辺についてはもしよろしければライブ配信の方見ていただければと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、ということでね、サクッとストーリーを進めて、ちょっと日の山食堂の面々に挨拶してきましたけども、クリアデータになってるから何が引き継がれているかというと、ですね、まずですね、この夏の思い出、これが全部引き継がれてます。で、夏の思い出に関してはちょっと全部完了してるんで、まあ、ここコンプリート済みですね。で、ちょっと皆さんにね、自慢したいんですけど、俺が一周でどこまでやったかというところですけど、まずですよ。まず生き物についた、この一周でね、32匹、48匹の魚と虫については全コンプしますと。いや、これはね、マジで頑張った。一周でよ頑張ったなと思うんだけど、まあ、ここら辺についてはね、だから何でも言いますけど、ライブ配信の方もしよかったら見てくださいと。で、目標についてですが、目標も実はもうほとんどね、達成してないね。花部と七星テントが虫、それ以外は終わってて、で、ヤマメとか、この魚系がね、ちょっと、若干、しんどいところがあるんですけど、ここら辺はちょっと、まあ、頑張ってね、まあ、3周分あるんで、そこを頑張って埋めていこうかなと思う。で、残りの目標については全部達成してるんですよ。で、ただ、一個だけ、2回目のね、恐竜バトルの大会があるんですけど、そこで優勝できなかったっていう、悔しい思い出があるので、ちょっとこれはこう目標とか関係ないんですけど、絶対に2周目についても、優勝していきたいと思います。ということで、ここからはサクサクっとしたテンポでやっていくよーんと。ああ、よかったー。よくはない。ああ、よかった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 。そう、実はここ、チョコビがね、99個。まあ、本当はもっと食ったから100個ぐらいを、100個以上買ってたんですけど、99個あるとね、これじゃチョコビ買えなかったんですよ。なんで、落ち物が全部消えてくれたのはめちゃくちゃ嬉しい。カレースナックだけなんで残っ、あ、そうか、最初から持ってんだっけ。なんで、ここからね、またちょっと恐竜バトルに勝つために、ほんとなんかね、星5のね、やつがね、100回やってもね、出ないんだよ。またちょっとお小遣いちょっと貯めてて、で、食費をまたね、100個ぐらい買って、で、大会に臨みたいと思います。はい。いたいたいたー。これが花部ですね。はい、ということで、実はこのオラ夏っていうゲームはですね、時間を超えると、夕方の時間がなくなると、白とかが迎えに来るんですけど、その白が迎えに来るポイントっていうのが決まってるんですよ。だから、特定のマップだと、今ね、この時間だと、もう明らかにもう次で迎えに来るって時間帯なんですけど、ここはね、白が迎えに来ないスポットが2つ続いているところなので、このままずっと遊び続けられるんですよね。で、なんとここに、花部が、無限に出現するらしいので、こんな感じで目標をね、達成していきましょうか。これは同じ理論で魚も結構できるらしいんで、そんな感じでやっていきます。花部。よし。ということで、日記で早速ね、花部を、花部の目標を達成しました。このね、方法で今日は全然簡単にゲットできるなぁ。まあでも、しんちゃんが死ぬ前で達成できてよかった。
これあともうちょっと歩くとしんちゃんが、あーとちょっとで死んじゃうね。これ白の前で死ぬか。白を助けてはい、七星テントについても30匹集めた。星の数は合計いくつ？さあ、しんちゃんにわかるかな？答えは掛け算ですね。まだちょっと5歳児に掛け算は早いべ。ということで、アマゴ、ヤマメと30匹釣りまして、豆に頑張ってね、ほんまに。ほんまに豆に頑張って30匹釣りまして、で、残りのね、目標で足りないのが、はい。なんと、この、及川。これだけになりました。なんで、とりあえず、このね、及川は2周目以降に出る魚なんで、ちょっとささっと飛ばしていきながら、2周目までカットしていきます。ほら、もう腹が減ったぞー。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ん？おい、大変だ。あ、皆さん来ましたよ。このお待ちかねイベント、これ来ましたよ。おい、大変だ。川で何が、川で何がある？川の中に石がある。拾いに行く。で、この川深い。ピエーン。ということで川の中に溺れたブーちゃんでした。ほい。はい、ということで、とりあえず1回目のね、あの恐竜バトル大会のところまでやってきました。とで、この1回目の恐竜バトル大会はね、めちゃくちゃ弱いんですよ、マジで。ここまではあの公正公平なカードを使ってくるんで、で、あとなんかすごいルーレットもね、あのえらい簡単な感じになってるんで、ここの1回目はまあサクサクっと勝っていこうかなと思います。ダラッシェイエはい、ということで、軽く優勝してきました。と、第1回はね、本当に余裕だったね。すんなり本当にストレート勝ちしてきました。まあ問題は第2回なんでね、ここら辺は。まあつまずく予定はないので。まあ問題ないかな。はい、ということで、2回目の恐竜大会までいよいよやってきました。というわけで、この前の雪辱を晴らすべくね、確実に、奴らの息の根を止めていきたいと思います。で、今回、またいろいろお小遣い貯めまして、まあさ、この前ほど、あの、100連できるほどではないんですけど、とりあえず、ちびちびって貯めて、チョコビを買いまくってきたんで、残金80円と、すべてに、この戦いにすべてを捧げてきたから、頼むからちょっとこれで、星5のなんかめっちゃいいの出てほしいんだよな。前世ではマジ、ゴミカスカードしか出んかったからな。お、いいよ、幸先いいよ。まあ介護官やな。そう、本当に前世しょうもないのしか出んかったからな。レア抜きされてんだよマジで。いや、おかしい。うわ、もうあかんって。あそこちょっと頼むぜ。おお、わあ、でも星5じゃねえ。星5じゃないと意味ねえ。これもダブってる、前世と。え、星5だ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 ろ、これ。ぜ、グーチョキパーの攻撃力80だよ、そう。いや、もうダメだって、これ。弱い星5なんやって。強い星4よりも、なんか、価値低いタイプのやつなんやって。外れ星5しか出ねえ。これもな、全能力アップ系じゃないしな。SP チャージ 10% なんて、しょうもねえよな。はいはいはい。全能力4ジャップ。おい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 。おかしいって。出なすぎだって。星2とかで、お前。お前、こんなスマホゲーだったら即刷新するぞ。サービス終了するぞ。ユーザーエクスペリエンスが低すぎて、多分。ああ。あかん。悪質な課金ゲーだ、これ。マジでおかしい。お前、幼稚園児にお前もう1万5000円以上使わせてんのおかしいからな、お前。
1万5000円も幼稚園児に使わせるってお前、これ本当に子供のおもちゃとしてどうかしてるぜ。あーでね、星1ばっかだ。あかん、おかしいって、やめろって、やめろ。おい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 、ちょっと待ってくれ、出なすぎ、出なすぎ、ちょっと待って。いやもう手応えがないやん。星1、星2ばっか。はぁ、頭の上に星4とか星5とか出て終わりかよ。あと10枚。おぉ、おぉ、星5。きたー、きたー、ついに。超絶当たり出ました、みんな。みんな、やっと出たよ、あの、アクイス10ヤマダモッドの、レア抜きに耐え。最後の1枚をかすめ取った。山田もっとも見逃しない。サーチ不足だったな。絶対こうやって、カードパック、こう、コシコシして、サーチして、レア抜きして、転売してたけど、あいつ。悪質業者の、罠を抜け、ついに最強カード手に入れました。おっしゃ、これがあればもう優勝できるだろう。よし、行くぞ。もういい。もうなんない。よし、もう最強、これでもう敵なし、向かうところ敵なしなんで、よし、2回目のバトル、距離バトル大会、ぶちのめしていくぜ。やつが待ってる、最強の敵。HP999 とかいうチートカード持ってる。絶対その東急ハンズとかなんか、109とかで多分買ってきた。都会にしか売ってないカード。おっしゃい、ガッチャ、楽しいデュエルだったぜ。決勝戦、しんのすけ対ブーちゃん。 HP999 ずるい、音楽かっこいい、ここはチョキ、ダメージ稼ぐ。オッケー、いいぞ、ピエーン、チョキ読みの、グー読みのパー、悔しい、相手の方が賢い、ビエーン、こいつらの100ダメージと俺の100ダメージ、価値違う。チョキ来た、おかしい、これカバオくんの歯の位置にしか当たりない。はい、負け、厳しい、勝てない、悔しい、怖い、負ける、やめて。SP 当てる、くー、これがまずい。 SP じゃんけんしたかった。いけ、削れ、ビエーン、ここはどうする。 HP を削られるから SP 貯める、それ一番ずるい、賢すぎる、これまずい、これ負けそれやばい、ちょ、 SP やめ、SP やめて、その攻撃強い、ブブ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 ブ、しんのすけの負けです。負けちゃった、諦めない、ほら、まだやる。こ
これ本当にきついって。やっぱ999っておかしいよ HP。 あーもうブーちゃんのモノマネなんてしてる余裕ない。さてここだ問題は。さっきどうしたんだっけ、さっきチョキを出した時に負けたんだよ俺。確かねそうだったはず。チョキにグー出してきてパパパ出そう。ここはよし。あーでもチョキでよかった。あーカバオくんの歯並び、マジカバオくん助けて。いや83ならまだいい。いやーいく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 。どうしよう。グー出しきそう。いや SP 貯めてくるか。いやでも待てよ、これだって何攻撃しても月パワーとか。いやでも大丈夫、 SP 貯めてくる、 SP 貯めてくる。いやーまたカバオくん。あーもうダメだ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 、本当にダメ。なんで焦りを生んでる、焦りを生んでる。いやもう気合いだ。いやー待ってくれ、マジで待って、もう勝てねえじゃん。諦めんな諦めんな。相手の SP に合わせて SP 攻撃して、まだなんとかなる、まだワンチャンある。なんでそうなる、こっちのセリフや。ここで SP 勝負だ、 SP 勝負、 SP 打ってこい。あーやべえ、 SP 打ってこないの賢すぎるんだよなここ。いやでも大丈夫だ、こっちはまだ相手の SP 耐えられる。問題は次の SP 攻撃、次が SP 攻撃じゃなくてチョキとかしてきた場合、こっちはもうパーするしかない、パーするしかないことはないんだが、あーパーでスターで戦いたいんだよなここは。よしで次チョキかパーなんだよこっちは。もういや違うか、グーも出せるか。ここだよここ、次のじゃんけんに勝つしかない。いいでー、おおこの幼稚園喧嘩パンチ。ここ負けらんねえんだ、待ってこれ、これでもどうなるこれ。だからじゃんけんたまったとてなんだよな、たまったとて相手の SP までに 取っとかなきゃいけないから、もうじゃんけん一度も負けられねえんだ。もうここに関してはもう運気だな、なんだって相手勝てるもんな。もう SP 貯めてくるっていう読みで、ああないか並び。もうやめだ、もうこのルーレット嫌い。待てよ、これで飛ばせねえ、飛ばせないなこれは、さすがに飛ばせないか。相手は SP 絶対貯めてくるから、貯めてこないとおかしいよな。だってこれだって貯めないと負けること分かってるの。だから絶対にグーはありえないってことを考えると、チョキしかねえ、チョキしかねえ、ここは。チョキでルーレットに勝つしかねえ。よし、あ、パワー使ってきた。あとはラストだ。ラストルーレットだ。やべえ、めっちゃ緊張する。手汗かいてきた。ちょっと待って、手汗かいてきた。やばい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 。やばい。ここだ。ここはしかねえ。頼む、頼む。ここのルーレット勝つしかねえ。なんでなんでダメプすんのお前。いや、ちょっと待ってくれ。いや、ルーレットはルーレットじゃないので、俺の緊張返してくれ。返してくれよ。おかしいじゃないか。男と男の戦いだろう。お前、俺が負け続けたからって手抜いたな。ブーちゃん、俺手抜かれても嬉しくねえんだよ。お前よ。かぁ。勝ったのに、勝ったのに悔しい。ブッブ、あ、準優勝もなんかいけた。もう少しで優勝だったのにと。はい、はい、嬉しいな。バトル大会でまた、まあ、恐竜バトル大会でまた優勝したよ。また優勝、何度勝っても嬉しい。マジで何度勝っても嬉しい。おいか出た、一発で出ました。ということで、実はおいかはね、もうすでに29匹捕まってたんで、なんかあっけなく落ちちゃいましたけど、最後の目標、おいかを達成しました。ということで、川に通って30匹の釣り上げた、すべて目標達成したんやけど、なんか出るかな。あら、なんも出ねえ。
あれあ、出ない。あ、そんな感じ。まあまあいいよ、皆さん見てください。目標全コンプリートしました。いや気持ちいい。恐竜バトルも優勝したし、あー超気持ちいい。まあ、とりあえず目標達成全部したんで、あとは可能性があるとしたら全、あれかな？ストーリーが終わるところかな？ちょっとストーリー終わるところというか、最終回のところもね、ちょっとさっとじゃあカットして飛ばしていきまーす。さて、3週目のね、エンディングにやってきました。あーやっぱこのシーン何回見てもなんか悲しくなっちゃうな。なんで3週目だけこんな残り惜しそうにしてくれるんだよ。確かめに帰っても健康に気をつけて、本当にお世話になりました。僕もカスカベに行ってみたいな。まあ来ない方がいいぞお前ら。あれだからドッペルゲンガーに初めて遭遇してどちらかが死ぬ羽目になるから。こういやのごとし、こういやのごとし、いちごいちえ、僕も忘れない、オラも忘れない。ほら帰ってもみんなと一緒だ。まあカスカベも終えてあげるからね。ヨヨコを幸せにするんだよ、絶対だよ。ありがとうございます、絶対に幸せにします。声すぎるんだよなお前、この顔でよ、たけしやんねけ、顔ポケモンのたけしやんけ。そろそろ列車の時間だ。ありがとうございました、短い間だったけどありがとう、また来るね。じゃあな、はやひまりか、バイバイ、バイバイ。あ、なんか特別エンディングとかないかなとか普通になんか見ようと思ってたけど、2回目のはずなのにすごい見入っちゃう、このエンディングすごい浸っちゃうな。みんなララコちゃんたち追いかけてくれてる。悪の博士楽しかったよこの夏休み。一瞬の出来事で、一瞬だったな、この夏も。二度目の夏も一瞬だった。結構長いことやってたけど。あーっと、ということでエンディングを迎えました。まあ、目標全達成したんですけど、まあなんか特別新しいエンディングはなかったかな。エンディングとかそういう演出みたいなのは、ただなんだろうね、それ特別なものは用意されてなかったかもしれないけど、自分の気持ちとして夏を全て楽しんだという最高の思い出ができました。はい、なんかね、2週目ってこともあるかもしれないですけど、新聞もなんか1万人を超えまして、購読者がなんかいろいろとその目標を達成することで、あ、自分がこんだけ夏をなんか充実させてたんだかというか、全力で楽しめてたんだっていうことが分かりましたね。なんでまあなんか逆にシンプルで良かったんじゃないかな。それとも変に凝った演出とかじゃなくてさ、まあ逆に普通になんか、まあ、考えてみたら、あの目標全達成した後にね、このエンディングが変わってたら1周目で全達成する人ってまああんまりいないとは思うけど、まあその人たちのエンディングも変わっちゃうからね。まあだから、皆さんもね、ぜひもしこのオラ夏をねまだ買ってない人も、もしくは買ってもプレイしてる人も、まあぜひ自分で夏休みをね全て楽しみきるんだっていうつもりで、もう目標全達成をね目標に、特に恐竜バトルね、絶対2回目みんな優勝しようね。もう何者にも変えがたい興奮を得られるはずなんで、だからみんな、何が言いながらだっけ、そうだね、みんなこのオラ夏をぜひ手に取って、自分自身のね、そう、みんなの夏休みは違うから、みんなそれぞれ一人ずつの夏休みを楽しんでください。
まあこの音楽をずっと流してるのもあれなんですけど、まあライブ配信の方でも流してるんで、まあぜひ見てくださいね。それじゃあ今日は、このまま、音楽の途中になりますけども、動画の方を終了させていただきます。もしよろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。お先に失礼します。バイビー。結局流しちゃった。